ジョー・スティーブンソンは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家。カリフォルニア州トーランス出身。ジャクソンズ MMA 所属。元カタック世界ライト級王者。元カタック世界ウェルター級王者。TUF にはウェルター級王者。ニックネームのダディは4人の息子を持っていることに由来している。11歳でレスリングを始めた。13歳からブラジリアン柔術を学び。 16歳でプロ総合格闘技デビュー。2005年8月から11月にかけて放送されたリアリティ番組ザ・アルティメット・ファイターのシーズン2にマット・ヒューズ率いるチーム・ヒューズのウェルター級選手として参加。エリミネーションバートを勝ち抜き11月5日に開催されたザ・アルティメット・ファイター2フィナーレのウェルター級トーナメント決勝戦ではルーク・クモに3から0の 判定勝ちで優勝を果たした。UFC ファンエキスポでのスティーブンソン2006年7月8日、UFC61 で、イーブス・エドワーズと対戦し、ドクターストップで TKO 勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2006年11月18日、UFC65 で、ミシマド・コンジョー・スケと対戦し、フロントチョークで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2007年4月5日、UFC ファイトナイト、スティーブンソン VS ゲヤドでメルビン・ギラードと対戦し、1R 開始27秒、フロントチョークで一本勝ち、サブミッション・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2008年1月19日、UFC80 の世界ライト級王座決定戦で、BJ ・ペンと対戦し、チョークスリーパーで一本負けを喫し王座獲得に失敗した。 2008年7月5日、UFC86 では、グレーゾンチバウに1本勝ち。11月15日、UFC91 では、ケニー・フロリアンと対戦し、チョーク・スリーパーで1本負け。2009年2月21日、UFC95 で、ディエゴ・サンチェスと対戦し、0から3の、判定負け。ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。4月、 コブラ怪獣術からジャクソンズサブミッションファイティングへ移籍した。6月20日、ザ・アルティメット・ファイター、ユナイテッド・ステイツ・ VS エス、ユナイテッド・キングダム・フィナーレで、ネイサン・ディアスに判定勝ちを収め、2試合連続のファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2010年2月20日、オーストラリアで開催された UFC110 で、ジョージ・ソテロポロスと対戦し、0から3の判定負け。 ファイトオブザナイトを受賞した。2010年8月1日の UFC ライブ、ジョーンズ VS、マットシェンコでゴミタカノリと対戦予定であったが、負傷により欠場した。2010年12月11日、UFC124 でマックダンジグと対戦し、カウンターの左フックで失神小負けを喫した。2011年3月3日、UFC ライブ、サンチェス VS、 キャンプマンでダニー・カスティーリオと対戦し、0から3の判定負け。2011年6月26日、フェザー級転校初戦となった UFC ライブ、コンゴ VS、バリーでハビエル・バスケスと対戦し、3から0の判定負け。4連敗となり UFC をリリースされた。TUF 優勝者のリリースは、トラビスルター、エフレーン・エスクレロ。 ケンドールグローブに続き4人目となった。ありがとうございます。